木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回演じさせていただくのは一条悟という男性なんですけど、名前の通り一条です。ただ一筋に悟りに向かって努力精進されていく自分も田中宏明として一条悟にただ一筋に努力して少しでも近づいていきたい、そういった心境です。一条悟さん、私の知っているあなたは立花美穂さんっていう一条悟さんに対してすごくこう一途な思いを持っていて、一途ゆえに身を引けるような、を愛してる方のためであれば なかなか厳しい選択も取れるようなかっこいい女性だなと思いました。監督お世話になりました。結婚することになりました。はいはい。一条一条、この私が演じさせていただく役っていうのは永遠の象徴っていう、はい、まあ、とてもハードルは高いですけど、ホタルを二人で、一条さんと二人で見るシーンがやっぱりどうしても忘れられない、完成した映像見るのが楽しみですね。全部終了です。ありがとうございます。千恵さん、全部終了です。オールアップです。田中宏明さんも全部終了です。オールアップです。